こんにちは、谷口幸太郎です。本日はミニクーパーの、車検を出したので、その感想の動画を撮ろうと思います。今回、ディーラーに車検を出したんですが、結果的にかなりいいことがありました。というのもハンドルのオイル漏れとかドライブシャフトのオイル漏れとかが結構あって、全部一通り直しました。そしたらかなり乗り心地が変わりまして、今までハンドル結構重かったことにが分かりました。修理してハンドル軽くなりました。あと今まで発進するときにオートマのくせにすげえ急加速するっていうか、じゃじゃ馬のような乗り心地だったんですけど、なのですごいアクセルを慎重に踏まないといけないっていう変な車だったんですけど、踏むとすげえ加速するっていう、面白かったんですけど、ちょっと優しく踏んで運転しないといけなくて、あとハンドルも重いっていう、なんか本当になんかバイクを運転してるような車だったんですが、車検後今乗ったらハンドルは軽いし、加速は全然なんか逆に加速が悪くなったというか、優しい加速になりましたね。ブワーンって感じにならなくて、なんか静かに加速するみたいな感じになって、乗り心地が良くなりました。ということで、ディーラーに車検出すのも結構メリットがあるというか、結構ただ車検通すだけじゃなくて、部品とか結構変えたんですね。新しいものに交換してもらったので、なんかちょっとこう若返ったというか良くなりました。ということで、あと他にいいところとしては、車ピカピカになってるんですけど、多分ミニのディーラーでピカピカにしてくれてるんで、今のなんていうんですかね、ワックスとか多分本当に新車で使われてるような、今のミニに使われてるような多分ワックスとかかけてもらったと思うので、結構車もピカピカで綺麗になってよかったです。で、あとちょっとこう面白いところがあるんですけど、じゃあちょっと外に出て続き撮ります。ピカピカなんですけど、ピカピカっすね。エンブレムが直りました。クーパーみたいな。以上です。バイバーイ。すみません、さっき以上ですバイバイって言いましたけど、追加で撮影しますが、さっきのワックスの話は取り消します。よく見たら大して綺麗じゃなかったです。さすがにそこまでというか、地がもうなんていうんですかね、新車に比べてもう綺麗にしようがないのかもしれないですね。ちょっとよく見るとあんま変わんなかったですね。めっちゃピカピカってわけではなかったです。ただ綺麗にはしてもらえてます。そんな感じです。以上です。バイバイ。